2022年のカノンのカレンダーの撮影中です。楽しみにしててね。はい、今、カレンダーの撮影が終わったんですけど、今回もとても素敵なチームの皆さんとすごく楽しく撮影できたので、これからね、写真のセレクトとかいろいろして皆様に最高傑作をお届けできるようにしたいと思っております。そして1年ぶりのオンラインイベントが開催されるんですけど、とっても楽しみです。1対1でみんなとお話しできる機会がここ最近の1年ぶりの本当にオンラインイベントなので、たくさんみんなとお話しできたらなと思っています。楽しみです。皆様も楽しみにしていてください。はい、カノノの TV へようこそ。カノンです。今日はですね、ちょっとお知らせがありまして動画を回し始めました。がっつりなんかフータのお人形とか私のユニコーンとかがいる状況なんですけど、お知らせとしては、2022年の4月から2023年の3月までのカレンダーを発売することになりました。イエーイ。表紙はこんな感じなんですけど、去年2021年もカレンダーを初めて出させていただいて、その時はね、こうスクエア型のこう置くタイプ、卓上タイプ のカレンダーを発売させていただいているんですけれども、今回はですね、ちょっといつもよりドドーンとカノンを出していこうと、こうマネージャーさんたちやこのカレンダーを作成するにあたって関わってくださっている大切な皆様とお話しして、今年はなんか前回とちょっと違う感じにしたいなと思って、こちらの縦型、嘘、本当は横型なんだけど、縦型のこの写真集っぽい感じのカレンダーを作らせていただきました。イエーイ。ちょっとね、私今前髪を切りすぎて私じゃないみたいなんですけど、全然もうちょっとメイクをちゃんとしたら可能です。で、これは見本になっているんですけど、大体こんな感じのサイズ感になって、これがこう横型の写真があったりだとか、もう縦でドーンっていう写真が あったりだとか、これ裏表紙はこんな感じになっているんですけど、ちょっと大人っぽい雰囲気のものもあったりだとか、大人ガーリーな感じになってますね。前回よりもちょっといい感じなのではないでしょうか。で、写真セレクトも毎回5時間ぐらい、そう、5時間6時間ぐらいはかかってセレクトさせていただいてるんですけど、今カレンダーのセレクト中です。あっちまでドドンって、でもすっごい絞ったんですよ、これ。2600枚の中からもうここだけ絞ったんですけど、まだまだここから半分の半分ぐらいですね。すごいいろんな雰囲気の写真を入れたかったので、1月2月3月みたいなので、色とりどりな感じでいろんな雰囲気を味わっていただけるようなこのカレンダーになっていると思います。もうすごいの、ここに今私8月見てるんですけど、ドーンっている感じとか、あと2面に分かれていたりするので、この上と下でちょっとね違う雰囲気のものにしてみたりだとか、
結構この表紙の時の大人っぽさもあるのもあるし、あとこっちの、まあ、肌見せっぽいヘルシーっぽいのもあるし、大人っぽいのももうノンガルちゃんとかノノボーイズたちが好きそうな、もうみんなが好きそうな感じの、なんかモフッとしたのもあります。それも私はお気に入りかな。とか結構いろんな雰囲気のもので撮っているので、ぜひ楽しんでいただきたいなって思うし、たくさんの方に見ていただきたいなって思います。そうですね、毎日毎月カノンをぜひ一家に一台よろしくお願いいたします。一家に3枚4枚ぐらいでも全然大歓迎でございます。そして発売がですね3月の30日になるんですけど、今回、まあ、前回もやらせていただいたんですけど、オンラインイベントっていうのも開催したいなと思っていて、それが4月の16日、行われることが決定しました。だいたいね12時ぐらいから始まって、まあ、夕方とか夕方ぐらいかなぐらいの時間とかであったりするんですけど、抽選でイベントに参加できる方が決まるというか決定するみたいなので、すごい私たくさんの方とお話ししたいと思っているので、ぜひお待ちしています。そしてね、抽選という形ではあるんですけど、なるべくたくさんみんなとお話しできるようにって思っているので、オンラインイベントでこうお話しする際はみんなともっと仲良くなりたいなって思ってるし、みんなのこともたくさん覚えたいなって思ってます。はい、ということでね、オンラインイベントが4月16日にあるのと、これの発売が3月30日にあるので、あ、もう予約は始まってるんですよ。はい、なのでそれは私のツイッターの方からも見れるし、スターダストの公式のツイッターとインスタと、公式の、ウェブサイトの方でチェックできると思うので、ぜひ検索かけてみてください。はい、という感じで結構盛りだくさんなカレンダーになっていると思うので、ぜひ皆さんゲットしてください。それではカノンでした。バイバーイ、またねー、うん、やっぱ前髪切りすぎて